くれたまさんぽ。はい、ぐでたまパス。はいはい。あ、ペリトモレの氷河でサッカーしないで。次は台湾。グレタマ YouTube チャンネルメンバーシップもの好きの会始まりました。グレタマの部屋をリニューアルして24時間配信中。散るってる音楽とともにいろんなグレタマを見れちゃいます。チャット欄とか覗きに行くかもしんないし、行かないかもしんないんだわ。ってどっちなのさ。他にもライブ配信のアーカイブが見れたり、メンバー限定の投稿が見れたりもしちゃいます。詳しくは概要欄をチェックしてね。物好きだね。